旅はこんな都会を選んでくれてましてありがとう。引っ越しの前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと楽しくたくましく暮らしてくれよ。何でもある街です。返品交換をされたとしても負けないでください。テレビで見てるような街ではない。芸能人に会うわけでもない。急にチャンスが来るわけでもない。結局どこにいたって自分次第、yeah、見上げた高層ビル、いつもこの街は想像し、タフな都会で眠ることなく、ビルの陰に生きるネズミとカラス、秒刻みで動く街、人身事故誰かしたうち、新宿西口ダンジョン、ここで待ち合わせすると、ここどこ？松木を大量買いしてるのはチャイニーズの観光客。東京人でもたまに知らないけど、町田は東京神奈川じゃない。繰り返す lose and gain、 俺もこの街で10年目。気づけば居場所はここだけだ。東京メトロにももう慣れた。乗り換えだらけのこの街で、ずっとそばにいる友達や、ごく稀に触れる優しさは本物だと呼べるでしょう。これからけど。